雪も海もですけど。雪の斜面を波の斜面に見立てて、擬似的に雪の上でサーフィンをしようとこういうわけです。でサーフィンも波大きくなるとですね、斜面が移動してるんですよ。移動してる斜面のところを滑るっていうところでは、動いてない雪山でも、かなり近い状態が生まれる、ね。斜面を降りたその感性でどこまで逆に今度上がれるか。でサーフィンの方は自分が減速してやれば自動的にそのエレベートアップしてきますんで割に簡単です。ですからサーフィンの場合ターンした後ふっと力抜いてればいきなりスパッと上がりますので、とそれを今度自分の感性で上げなきゃいけないのはスノーサーフィン。でそれにはどういう形状がいいんだろうか。ですからそこで楽しく遊ぶっていうこと、それがサーフィンのライフスタイルでもあるし、そのスノーボードのライフスタイルもある。それぞれのスタイルがあっていいし、それぞれの表現の方法があっていい。それが多分サーフィンの良さだし、スノーサーフィンもそういうものを引きずってるっていうか、一緒のような考え。ぜひ雪降ったら手にして自分で乗ってみてくれ。滑って帰ってきた時の自分の気持ちがどんな感じで、その遊びが楽しいかどうかわかる。楽しもうぜっていう感じです。